ご視聴ありがとうございます。パルトラです。今回ご紹介するのは海洋堂リボジオオオスズメバチです。ちょっと中身を取り出してみました。まずですね、こういう丁寧な説明書が入ってます。そして、はい、オオスズメバチ大きい本体ですね。そして付属のパーツ、飛んでる時の羽ですね。でここに予備のジョイントが入ってますね。そして専用スタンドですね。はい、これだけ入ってます。まずは専用スタンドのミニアームを使って着地スタイルですね。めちゃくちゃかっこいい。海洋堂リボジオシリーズのオオスズメバチですね。いや、でかいです。私がね、一番最初にこのシリーズで買ったのがタガメですね。以前の動画でご紹介してるんですけれどもね、タガメでね、非常にね感動しましたので、でこのオオスズメバチの方が先に発売されてたんですが、再販されるっていうことでね、すぐに予約して、で今回ねこれ届いたんですけども、まあすごく大きいです。今ちょっとねスタンドに乗せてますけど、手のひらに乗せるとこんな感じの大きさですよ。もう思いっきり手のひらからねはみ出してますね。こんな感じででかい。はい、素晴らしいですね。ちょっとね細かく見ていきたいと思いますけれども、まずですね、この頭の目のところですね、ここはね、クリアパーツですのでね、光に反射して綺麗ですね。で、この触角がね、動きますね。根元の方から動きます。はい。口の部分の大顎も、このようにカッと開きます。そして、複雑な口の形状も、しっかり造形されてますね。こんなにねまじまじとオオスズメバチのね口の中見ることないですから、いやー、これこういう風になってるんですね。なんか勉強になりますね。頭もねこのように可動します。はい、この横にねちょっと動く感じですね。こういう感じの動きですね。はい、あー、はいはいはい、下も向きます。しっかり下向きますね。で、上向きます。足の可動はですね、まあ、それぞれ全部動きますけど、まずこの根元ですね。根元が動くのと、そして、このね、関節。ああ、よく動きます。はい、ここまで上がりますね。はい、こんな感じで動きますね。この先はね動かないですね。この部分はこれは全部共通ですね。そしてこの羽ですね、羽はこのように横にずっと開いていきます、ね、ここまで開きますね。こっちもですね、ガーッと開いていきますね。はい、このぐらい羽開きますね。でこの羽が開いた状態でこれちゃんと上下このぐらいのね、可動ができます。はい、こんな感じになりますね。今はこれ着地用の羽になってますので、
枚がこう重なった状態になってますね。そしてこのお腹の部分ですね、ここも稼働します。このようにね、下に下がったり戻ったりとね、こういう動きができます。そしてちょっとこう少しね、横に振るような感じもできますね。このお尻の部分もね、一応ここパーツが分離されてますので、一応動くには動くんですね。動くのは動きます。ただね、こうスムーズに動くという感じではないですね。ちょっと固めですね。あとね、これ毒針が出るんですね。出し方がね、結構ユニークで、この部分がね、こうして開くんですね。で、中にね、マグネットがついてて開くようになってます。そしてこのお尻のとこをこうしてパカッてね、開けて、はい、ここに針が見えてますのでね、これをずっと引っ張り出して、そして閉じる、閉じて、で戻すと、はい、これで完了です。いやー、こうしてみるとね、本当にかっこいいもんですね。オオスズメバチ、本物にはちょっとね、近寄れないですけどね。そろそろね、このオオスズメバチ飛んでみてほしいですね。はい、飛ぶスタイルにするには羽の交換をしないといけないので、ちょっと準備しましょう。今これ羽を外した状態です。羽の交換終わりました。ちょっと今ね、毒針をね、刺しに行くポーズをイメージして作ってみました。どうですか、かっこいいですね。はい、このね、アームは長い方を使って、そして取り付けてますね。で、このお腹の部分もこうしてしっかりね、曲がった感じでポーズつけられましたね。いや、もうこの針が痛々しいですね。もう見るからに怖い。同じリボディオシリーズのタガメを一緒に置いてみました。ヤゴもね、ちゃんと下にいますけど、いや本当にね、昆虫とかね、生物のね、この造形物、フィギュアですね。なんともね、こう味があって、こういつまでもね、見てられる感じですね。こんなにじっくり見ることないですよね。特にね、このオオスズメバチなんかね、ちょっと危険なんでね、こんな風にね、見れないですよね。まあ、このサイズですごく見やすいし、リアルに作られてるしね。いや、本当にかっこいいです。癒されますね。ということで、今回は再販されました海洋堂リボジオオオスズメバチをご紹介しました。それでは、最後までご視聴いただいてありがとうございました。今回はこの辺で。バイバイ。